県立釜石病院管理栄養士の金濱琴恵です。出身は盛岡市で、出身高校は北上湘南高校、大学は青森県にある東北女子大学へ進みました。管理栄養士は献立作成、患者に合わせた栄養管理、栄養指導を主に行っています。患者に合わせた栄養管理では、病気の治療や再発予防、合併症予防になるよう、必要栄養量の計算を行い、食事の提供を行います。また、それだけではなく、積極的な病気の治療を行わない患者に対する食事の楽しみを目的とした食事の提供も行います。他にも、辛い入院中の楽しみになるよう、季節を感じられる行事食等の提供も行っています。入院中や退院前には栄養指導を行い、自宅で気をつけることや調理の仕方、食品の選び方など、その人の生活に合わせた説明を行います。その後、実践できる行動目標や数値目標を決め、取り組んでもらうことで生活習慣の改善につなげます。こちらは実際に提供した食事と、それに寄せられた患者からの感想です。お花見献立は桜の開花に合わせて提供する日を決定しますので、桜開花予想は入念に確認を行います。うなぎはとても好評です。通常の食事が食べられない患者には、うなぎを卵とじにして提供しました。右の産後ケア食は、産後の忙しいお母さんを対象にした食事です。管理栄養士のやりがいは、患者、その家族からの感謝の言葉です。写真のように感想をくださる方もいます。また、患者の奥様から、あなたに対応してもらえて幸せだったと思います、と言われたことは、今でも私の励みになりますし、管理栄養士になってよかったと感じています。その他にも、他のスタッフに言いにくい話をしてくれた時にやりがいを感じます。管理栄養士の魅力は治療の一助となることだと思っています。普段何気なく食事をしていますが、それが治療の一つとして改善につながることがあるからです。患者からの感想にあった美味しさは治療にはまさしくそうだなと感じています。生物、化学、家庭科はいずれ受験の際に必要になりますが、今のうちからやっておいた方がいいことは、提出物の期限を守ることや、挨拶、身だしなみを整えることだと感じています。また、今経験したことが、後に患者やスタッフとの会話につながることもありますので、学校行事や部活動、友人と遊ぶことなど、高校生活でしかできない経験をたくさんしてください。管理栄養士は、高校卒業後、管理栄養士養成大学へ進学し、国家試験受験。合格すると管理栄養士の資格取得ができます。また、栄養士養成の短期大学や専門学校に進学すると、栄養士の資格取得のみですので、その後、学校の年数に応じた実務経験を経て、国家試験受験。合格すると管理栄養士の資格取得ができます。栄養士養成の短期大学卒業後、管理栄養士養成大学への編入ができる場合もあります。栄養士資格は、県から免許を受けて、健康な方に対する栄養指導や給食の運営を行います。管理栄養士資格は、国から免許を受けて、病気を患っている人や、高齢で食事が進まない人、健康な人など、一人一人に合わせて、専門的な知識を持って栄養指導や食事の提供などを行います。そのため、病院で勤務するためには管理栄養士資格が必要になります。管理栄養士の養成大学は、県内ですと盛岡大学で、県立病院には盛岡大学の卒業生も多くいらっしゃいます。全国には女子大学だけではなく、共学の大学も数多くあります。一人でも多くの方が管理栄養士として県立病院で共に働けることを願っております。以上で管理栄養士の紹介を終わります。